鳴るを、向川女子、大前駅は、兵庫県西宮市里中町三丁目にある、阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は、HS13。普通以外に、区間急行が停車する。ただし、区間急行は、平日朝ラッシュ時のみの運行であり、平日の昼間以降及び、土曜、休日に停車する優等列車はない。区間急行や、準急の設定。 廃止、復活に合わせて、微妙に停車パターンが変化してきている。2015年3月14日に下りホームが、続いて2017年3月18日に、上りホームが高架化され、バリアフリー投設備が一新された。阪神電鉄が、向川女子大学と包括連携協定を締結したことや、当駅が、 向川女子大学の最寄り駅ということなどもあり、2019年10月1日に現役名であるナル向川女子、大前駅に改称された。阪神電気鉄道は路線不設の際に新淀川鉄橋などの大工事に資金を継ぎ込んでしまったため、途中で用地買収がままならなくなってしまった。そこでナルオ村では、辰馬藩江門ら地元有力者が協力して、 土地を無償提供し、辰馬や所有地だった現在地に駅を誘致した。そのため、鳴ルオ、向川女子、大前駅付近は、現在のように大きく南へカーブする線形となった。また当時のエピソードとして、鳴ル駅周辺で辰馬氏が手を挙げると電車は停留所に関係なく止まったというものがある。現在では、産業としては、廃れてしまったが鳴ルでは、 明治の後半から戦前までイチゴの栽培が盛んで、阪神電気鉄道も当時は乗客誘致のために、なるおでイチゴ狩りのイベントを実施するほどのものであった。駅自体は後に改札口が地下化されるなど、若干の変化はあったが、開業時から長らく地上駅であった。かつては駅の北側には変電所があり、輸送力増強のために、 昭和初期に建てられたレトロな趣のあるコンクリート作りの建物は、鳴るのランドマークでもあった。なお、元変電所であった建物は、駅高架化工事の際の仮専用地、工事拠点として年出するため2009年に解体されている。2003年の都市計画決定により、甲子園駅向川駅間の高架化事業が開始され、2009年5月より、阪神電鉄本線、 西宮市内連続立体交差事業による高架化工事が本格着工した。2011年7月より、上り線が従来の地上線北側へ移設され、仮設ホーム、地上改札口での営業を開始。続いて2012年10月より、下り線も同様に移設され、跡地にて高架橋本体の工事が行われた。その後2015年3月に、 下り線が高架化、上り線も2017年3月に高架化された。ホームコンコース相対式ホーム2面2線を有する、高架駅。急カーブ上にホームを設けているため、上降時には列車とホームの間が広く開く箇所がある。改札口は、ホーム大阪寄りの1階コンコースにある。2018年2月までは、通学時間帯の未使用される、 向川女子大学学生専用の臨時改札口もあり、直乗車検入場用、IC カードで入場用の自動改札機が設けられていた。コンコースには、改札口の他に、トイレ、各ホームへのエレベーターエースカレーターが設置されている。旧来は、大阪寄りの地下に改札口があり、駅の南北につながる地下道から出入りする形であった。その後、 上り線は仮設ホームへ切り替えられたため、地下改札口は下り線ホーム専用となり、後に下り線も仮設ホームに切り替えられたため、地下改札口は廃止されたが、駅の南北をつなぐ、地下道は全面高架化後も上り仮線が撤去されるまでは、残されていた。なお、高架駅の設計は一級建築士事務所、向川女子大学建築、都市デザインスタジオによるもので、 同大学の建築学専攻の大学院生たちが設計プロジェクトに参画している。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、公式サイトの校内図では、上りホームが1番乗り場、下りホームが2番乗り場とされている。2019年時の1日の乗車人員は12,510人で、これは阪神本線内で休校以上の種別が停車しない、駅の中では最多である。 新設された駅前ロータリーと商業施設、ナルオ駅前阪神ビル向こジョステーションキャンパス駅降下後の2019年10月には、改札口から東側の降下した空間約700平方メートルを大学施設の一部として整備し、オープンカレッジなどに利用できる、レクチャー、ルーム、金融機関、カフェレストランが入居した向こジョステーションキャンパスを開設した。さらに、 向こう側駅方面へと続くその東側の高架下も、向こうステーションキャンパスアネックスとして、ジムやスタジオを備えた健康増進ゾーン、看護を中心とした講義、セミナー室などの教育ゾーンをそれぞれ整備した。地上駅時代は、南北ともに、駅周辺の道路付近が狭く、交通結節機能が確保されていない状況にあったため、駅高架加工事に合わせて、駅周辺では、 土地区画整理事業が行われた。駅南側では速度を拡幅して、歩道を確保したほか、駐輪場を高架下に移転させ広場の再整備が行われた。また、駅北側には歩行者やタクシー、自家用車利用を対象とした、駅前広場及び、アクセス道路、ロータリーが整備されたほか、スーパーなどが入居した2階建ての商業施設、 鳴尾駅前阪神ビリが2020年9月にオープンした。ありがとうございます。